では新型コロナウイルスの今日の最新情報をお伝えしておきましょう今日は感染者、北海道では20人ですねうち半数の11人が札幌での感染確認となっていますそのほか旭川で7人渡島管内1人十勝管内1人となっています今日も新たなクラスターも確認されていますね旭川市内の障害者支援施設で5人ということになっています感染者、ずいぶん減ってきましたけれども一定程度このクラスターがありますので引き続きの感染対策は必要となっています